ゼットとしてはデビュー2年目で初優勝ということになります。山野、佐々木、そして井口、いい仕事をしました。ありがとうございます。鈴鹿で優勝するまではなんかシーズンチャンピオンがすごい遠い感じがしたんですけど、ドライバーズポイントでも、まあ、本当に2位まで上ってきたのでですね、ここで取りこぼすっていうのはシーズンチャンピオンに向けては相当痛手になると思うので、ここに相当チームとしては実はかけてる。あんまりそのウエイトが今回88キロですかね、乗ってることがいや全然そのこのチームとして JRZ としてダメだと全く実は思ってないんです。意外と味方 100% 味方ではないにしても、重さから来るイメージから来るそのハンディとはあんまり思ってないんです。この駆除台の真ん中とは言わないまでもどっかにいるっていうね、その姿をぜひやりたいなと思ってます。300は予選 Q1 で14位以下のグリッドが確定いたします。ハンデも88キロと重いこのスバル DRZ です。おっと、4番手やっぱり来ました、山野哲也。来ましたね、浦さん、佐々木浩太。どうなるでしょうね、結構見ものですね。じっくりタイヤに熱を入れていたというこの佐々木浩太です。さあ、スバルのタイムのセクター1は現在まだ12番手プラスコンマ5。これで今ホームストレートを通過いたしますが、佐々木浩太のタイムは4番手39秒403。さあ、まだセッションは残り30秒。ラスト1周、ラスト1周、現在ポジション4、コーターポジション4。佐々木浩太がオーバーランしました。残念残念無念、5回目のポールはこの瞬間消えました。まあ、現状このウェイトでとか考えるとちょっと厳しいなと思ってたんですけど、まあ最後アタックが邪魔されなければ、まあもうちょっとね順位は上げれたんじゃないかなと思います。チーム側でやっぱりセッティングも含めてですね、かなりウェイトが増えた状態に合わせて車をセットアップしているので、思ったよりもパフォーマンスは落ちてないかな、それが今回のですね予選順位に表れているかなと思いますね。少しでもチャンピオンに近づけていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
で、もうしがみついてるのがやっとでした。2013オートバックススーパー GT 第6戦富士、スタートが切られました。1コーナーに突っ込んでいきます。しっかり前ついていきましょう。さあ、そしてスバルの BRZ の姿が見えます。8番手ですね。山本さん、今セクターに全体のベストタイム上がってきてますよ。しっかり前についていってチャンス伺いましょう。了解。スバル BRZ ですが、まあ、今回は88キロとハンデが重くなっておりまして、現在6番手を走行中になります。おーと、リアカウルが外れた。ストレートの真ん中、セーフティーカーの可能性ありますね。ドイツでドライバー交代する。ウエットの中少し走るからな。それなりの準備頼むよ。分かった。こうだ、今のペース完璧だよ。ラップタイムは全く問題ないよ。BRZ スピン。単独から行きましたね、はい、ちょっとタイヤが傷んだかな。佐々木浩太がクリスタルクロコを追っているという状況になります。オーバーステアがきついな。BRZ は7番手交代。ちょっとタイヤの話を由良さんされましたけども、もしかするとちょっとダメージと言いましょうかね。そうですね、ちょっと思ってたよりね、気温が、まあ、案の定下がったり、途中で雨降っちゃったりしたんで、まあ、やっぱり BRZ が一番苦手としてる、ね、天気になっちゃったってところがやっぱり残念な、残念というか、まあ、そういう天候でも、まあ、乗り越えられる、ね、車作りはしていかないといけないなと。
トップの16号車と の, そのポイント差っていうのはかなりあるので、まあ簡単にチャンピオンを取れないだろうなとは思っています。ただ BRZ が進化しているのは間違いないし、次オートポリスが鈴鹿と似たレイアウトで、おそらく BRZ の良さを相当見せることができるんじゃないかなと思ってるんですよね。3位狙いとか入賞じゃなくて、まあ、今度は完全にオートポリスで勝ちに行くと、そんな戦い方をしますので、まあ、ぜひ、ご期待ください。